はい、どうも、白熊先生です。今回はですね、M1 2017でジャルジャルがやったネタ、ピンポンパン、ピンポンパンポーンのやつありますよね。あん中で出てきた、要はゲーム、ね、ピーンって言ったらこれ言って、みたいなやつあるじゃないですか。あのネタで金稼ぐやつ許せねえなっていう話をね、したいと思います。というのは何かっていうと、まあ、今回 M1 ね、ジャルジャルはやっぱり惜しくもいけなかった、最終決戦に。そして涙をこらえる福徳、それでもボケる後藤っていう、まあなかなか本当ね、胸熱な、本当多分あの4分の漫才に今年1年全てかけてきたんだろうなっていうのが分かる状態でしたよね。うん、でその後ですね、ツイッター上だったり動画上だったりでですよ、いわゆるそのミクチャとか LINE ライバーとか、YouTuber とかもそうですけど、まあいろんな人たちがあのピンポンパンゲームやってみたみたいな動画を今上げてるわけですよ。でそれってどうなんだろうなっていうふうになんかすごい僕思ったんですよね。というのは何かっていうと、ああいうゲーム、例えばテレビでやったりね、そういうやってるゲームだったりとか、そういうのを、まあ、僕もね、学校でなんか友達をふざけてやったりとかいろいろしましたよ。それはいいんですけど、それで金稼ぐってどうなのってちょっと思っちゃうんですよね。うん、さっきも言いましたけど、あんだけこの4分にかけてきて、作った漫才ですよ。うん、本当にあんだけ泣くくらい悔しかった。その漫才のそのゲーム部分だけひょいって取って、それでお金を稼ぐっていうのはなんかなっていうふうにちょっと思っちゃうんですよね。うん、金稼ぐのはなしだろうっていう。だって芸人が自分たちの漫才っていうコンテンツの中で生み出したね、一つのソフトなわけじゃないですか。それをそのまま丸パクリしてただやるだけでお金を稼ぐっていうのはなんか違うかなっていう感じが僕はするんですよね。うん、でそれをまたすごくそのネットの中の有名人だったりとかがやるじゃないですか。いわゆる、ね、今の時代って誰でもクリエイターになれる時代ですから、彼らも言ってみたら動画クリエイターですとか名乗るわけですよ。で言ったら漫才師も言ってみたら笑いを作るクリエイターですよ。クリエイターがクリエイターのもんパクんなっていうふうに思うんですよね。うん、素人だったらいいんですよ、素人だったら。うん、だって例えば芸人がやってる一発ギャグとかを小学生の男子が学校でやってみんなの笑いとって人気者になるみたいな、それは全然いいじゃないですか。全然。でもそれを同じプロの芸人がパクってそのまま他の舞台でやって笑いになってお客さんからお金集めてたら、それはちょっと違くねえかって思います。思いませんですよね。っていうふうに考えると、いわゆるその動画クリエイターなわけですよ。ニコ動だったり、LINE ライブであったり、ね、YouTube であっても、動画を上げてる以上は。その人たちが、そのまま、その誰、他社が、のクリエイターが作ったものをやって、それだけでお金を稼ぐっていうのは、やっぱり同じクリエイターとして意識が低いというか、うん、こういうあたりが、結局 YouTuber ってプロなの？プロじゃないの？どっちなの？みたいな、こう、曖昧なところにあるわけじゃないですか。すごく今、YouTuber とかそういう人たちっていうのは。ね、そのプロって言い切れないゆえんなんじゃないのかなっていう風にね、僕は思います。やっぱりやだな。はい、というわけでですね、よかったらチャンネル登録してください。ありがとうございました。